ミュージックステーション夏祭り SP アーティストランキング発表スノーマンが2位、1位は誰平野紫プロデュースのボンが話題ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスとスノーマンの新曲レビュー2024年7月19日に放送されたミュージックステーション夏祭り3時間半 SP は多くの視聴者にとって待ち望まれた特別な夜でしたこの夜はさまざまなアーティストが集まり 一夜限りのススペシャルパフォーマンスを披露しましまた特に話題となったのは SnowMan とナンバーアンダーラインアイの2組でした彼らのパフォーマンスは視聴者に強烈な印象を残しアンケート調査でも高評価を受けましたこの記事では SnowMan とナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスの詳細そしてこの特別な夜が視聴者に与えた影響について深く釣りしていきます SnowMan は 2020年1月にデビューした9人組アイドルグループで、そのエネルギッシュなパフォーマンスと多彩なメンバーで知られています。彼らはこれまで数々のヒット曲を発表し、幅広い世代から支持を集めています。この夜のパフォーマンスでは、彼らの新曲、君は僕のものを披露しました。この曲は2024年7月31日にリリース予定で、 メンバーの渡辺翔太さんが出演しているテレビ朝日系のドラマ「青島くんは意地悪」の主題歌となっていますスノーマンのメンバーは俳優やモデルとしても活躍しておりその多彩な才能が一段と際立つパフォーマンスでした一方 No. アンダーライン I は2024年1月1日にデビューしたグループで平野翔さん神宮寺勇太さん岸優太さんの3人で構成されています 彼らのデビューシングル GOT は公開から3日で1000万回再生を突破し、大ヒットを記録しました。この夜のパフォーマンスでは、平野さんがプロデュースを担当した BON を披露しました。この曲のユニークな振り付けは視聴者に大きな驚きを与え、多くの視聴者を魅了しました。彼らのダンスパフォーマンスは激しく、それぞれのメンバーが納得するまで話し合い、練習を重ねた結果が見て取れました。 この夜のミュージックステーションは視聴者にとって特別なものでしたが一部の視聴者からは順位付けや VTR 企画に対する批判の声もありました音楽番組においてアーティストのパフォーマンスに順位をつけることは本当に必要なのかという疑問が浮かびます音楽は主観的なものであり視聴者それぞれに異なる感想や評価があるのは当然ですそれぞれのアーティストには熱心なファンが存在し そのファンたちにとって自分の推しが一番であるというのは自然なことです。実際、アンケートに参加した人数も5434票と中途半端な数でした。この数でアーティストのパフォーマンスに優劣をつけること自体が視聴者にとっては意味のないことかもしれません。視聴者の中には、ただ楽しい音楽番組を楽しみたいという人も多いでしょう。そのため、順位付けや比較をすることよりも、 アーティストたちの一生懸命な姿や彼らがファンに対して寄り添う姿勢を楽しむことが重要なのではないでしょうかさらに音楽番組において長時間の VTR 企画が挟まれることに対しても不満の声が上がっています視聴者はアーティストの性パフォーマンスを楽しみにしているのに対し長時間の VTR が放送されることでその楽しみが半減してしまうことがあります特に 古いアーティストの VTR や意味不明な企画が挟まれることで視聴者の興味がそがれてしまうこともあります。また視聴者からはスノーマンとナンバーアンダーライン愛のファン同士の対立を煽るような記事やランキングに対しても批判の声が上がっています。ファン同士がいざこざを起こす原因となるような内容は視聴者にとっては不快なものであり、 音楽を純粋に楽しむ場としての音楽番組の本来の目的を損なうことになります。このような問題提起を通じて、音楽番組の在り方について再考する必要があるのではないでしょうか。視聴者が本当に楽しめる音楽番組とは何か、アーティストの努力やパフォーマンスを正当に評価し、楽しむための番組作りが求められています。音楽は、個々の感性や好みによって楽しむものであり、 順位や評価にとらわれることなく、純粋に楽しむことが大切です。視聴者が求めるのは、アーティストの性パフォーマンスや、彼らがステージ上で見せる一生懸命な姿です。そのため、音楽番組制作側も、視聴者の声を真摯に受け止め、より良い番組作りに努めるべきです。音楽番組は、視聴者とアーティストをつなぐ重要な役割を果たしており、その役割を果たすためには、 視聴者が本当に楽しめる内容を提供することが不可欠です。音楽番組の本質は、視聴者とアーティストをつなぐ架け橋であり、その架け橋をより強固にするためには、視聴者の声を反映させることが重要です。視聴者はアーティストの性のパフォーマンスを見て、その一生懸命な姿や情熱を感じたいと思っています。それは単なるエンターテインメント以上のものであり、感動や共感を呼び起こす瞬間です。 スノーマンやナンバーアンダーラインアイのように、彼らがどれだけ努力し、ファンに対して真摯に向き合っているかを見せることができれば、視聴者はその努力を評価し、より深く応援するようになるでしょう。音楽番組制作側にとって、視聴者の期待に応えるためには、まず視聴者が何を求めているのかを理解することが必要です。視聴者が求めるのは、シンプルでありながらも感動を与えるステージ、 そしてアーティストのリアルな姿です。視聴者は、アーティストがどれだけ努力し、どれだけ自分たちのために頑張っているのかを知りたいのです。スノーマンが新曲、君は僕のものを披露する際の情熱や、ナンバーアンダーライン愛が、ボンで見せたダンスパフォーマンスの激しさは、その努力の一端を垣間見ることができる貴重な瞬間でした。また、視聴者にとって重要なのは、 音楽番組が彼らの日常にどう影響を与えるかです音楽は日々のストレスや疲れを癒し元気を与える力があります視聴者が音楽番組を見て日常の中で感じるさまざまな感情を解放し新たなエネルギーを得ることができるならばそれは素晴らしいことです視聴者はアーティストのパフォーマンスを通じて自分自身の生活にも活力を見いだすことができるのです そのためには、音楽番組はより視聴者の声に耳を傾けるべきです。例えば、視聴者がどのような曲を聴きたいのか、どのアーティストのパフォーマンスを楽しみたいのかを事前にリサーチし、その意見を反映させることで、より視聴者にとって魅力的な番組を作ることができるでしょう。また、アーティストとのインタラクションを増やし、視聴者が直接質問したり、意見を交換できる場を設けることで、 より親近感を持ってもらうことができます。さらに音楽番組は単なるパフォーマンスの場ではなくアーティストの裏側や彼らの人間的な側面を見せる場としても機能すべきです視聴者はアーティストの音楽だけでなくその人柄やストーリーにも興味を持っていますアーティストがどのように曲を作りどのようにパフォーマンスを準備しているのかまた彼らがどのような思いでファンに向き合っているのかを知ることで 視聴者はより深く感情移入し、応援する気持ちが強まるのです。視聴者の中には、アーティストの努力や情熱を感じることで、自分自身の生活や仕事においても頑張ろうという気持ちを抱く人も多いでしょう。音楽は人々に希望や勇気を与える力があり、その力を最大限に引き出すためには、視聴者とアーティストの間に強い絆を築くことが重要です。最後に、 この記事を読んでいただいた皆さんに一つ質問です。あなたにとって本当に楽しめる音楽番組とはどのようなものですか音楽を通じて感じた感動や喜びを他の視聴者と共有するためにどのような番組作りが求められるのかぜひ考えてみてください。音楽は私たちの日常に彩りを与える素晴らしいものでありその素晴らしさを共有するための場として 音楽番組が一層充実したものになることを願っています。